Osaka, a metropolis gathers the air conditioning giants like Daikin, Panasonic, and Mitsubishi Electric, and attracts many manufacturers who supply components to these giants. Most of these component manufacturers are sensor makers and LSI makers who focus on inverter technology. Medea Group established the Advanced Technologies R&D Center in Osaka on the 1st of May, 2014. So far, a total of 6 engineers, and by the end of 2015, would be 14 engineers, working in this R&D center. Medea employs the most talented engineers and utilizes cutting-edge components and technologies. 私はラーヒンと申します。約2年前、冷媒制御という専門家としてピデキの方に入社しました。現在の仕事は、日本研究所の所長に任命されて、次世代ビル・ヨマル氏の冷媒制御を開発しています。で、日本研究所はですね、次世代ビル・ヨマル氏のエアコンのコア技術を開発すると、他社ですね、ダイキン三菱電機の動向を分析することです。日本研究所副所長の宮場です。私は冷媒サイクル制御、集中管理コントローラー、通信等のソフトウェアを担当しております。空調業界には10年以上携わってきておりますが、この10年で空調を取り巻く環境は大きく変わってきています。日本の業界の中では、この AD の中にあるアイデアを大事に、たくさんのアイデアを作っていく会社にしていきたいと思っています。ありがとうございます。マルチエアコンのインバーター開発を担当している小倉です。私はこれまで家電製品のインバーター開発を中心に16年の経験があります。中央空調の圧縮機制御には高い信頼性と高効率が求められます。製品化には制御理論、モーター、EMC、発熱、騒音など広範囲の分野にわたる課題を解決する必要があります。私は中でもシミュレーションによる解析を得意としており、現在は高回転領域での制御安定化向上技術に取り組んでいます。よろしくお願いします。圧縮機開発担当のコウです。圧縮機は空調機の重要な部品であり、空調機の性能に大きく影響しています。美的空調は圧縮機の開発を重視し、さらなる省エネ、小型、静音化の開発を邁進していきたいと思います。開発一部技術研究グループの樋口です。私は冷凍サイクル技術の専門家として、2013年の1月に入社しました。それまで40年ほどマルチエアコンを含めたパッカージエアコンの開発を経験してきました。日本で開発されたビル用マルチは33年が経過し、いろいろと進化を遂げております。これからも高度な技術をシステムとして生かしていく必要があります。ぜひ皆さんの知識経験をこの会社で生かしてください。一緒に頑張りましょう。圧縮機とファンモーターの制御開発を担当してます上野です。モーター制御技術を35年以上やってます。これからも進化する技術開発を一緒にやっていきましょう。